今日は晴天に恵まれました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日も大勢の子どもたちが詰めかけているわけですが、選手たち子どもたちに夢を与えてほしいですよね。そうですね、まあ、この中からねまた未来の選手が出てくるわけですから、いいプレーを期待したいですね。そうですよね。8回の裏、イーグルスの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号25、宮西が3番手としてマウンドに上がります。バッターは渡辺。イーグルス1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね、とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。ファウルになります。ファウルになります。次が6球目。引っ張った中島、見事起用に応えました。ノーアウトランナー一塁です。打席には3番バッター浅村。前の打席ではフォアボールを選んでいます。イーグルス同点。変化球打った、抜けていった、レフト前ヒット。これでさあイーグルス同点のチャンスを迎えています。この辺りで追いついておかないと苦しくなってきますからね。そうですよね。まあそしてチャンスに強いバッターなんでね、ここは期待していいでしょうね。はい。さあこの外のボール打った、さあいい当たりになった。この打球はフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。投げなかったですね。このチャンスの間にねしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には5番のウィーラーが入っています。しっかり捉えた、セカンドうまくさばいて二塁へ送球。二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。同点のチャンスがあったイーグルスですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって2対1、ファイターズが1点をリードしています。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説